カタトニアは1990年代後半まで人気を博したウェールズのオルタナティブロックバンドである。マーク・ロバーツとケディスマ・マシューズが出会って1992年にバンドは結成した。他のメンバーはドラムスのダフィット、エヴァン、キーボードのクランシー・ペック、ギターのオーエン・パウエル、ベースのポール・ジョーンズ。2枚の EP 版、ホーティン・カーベル、フックドを録音した。 ペックが解雇されてエヴァンがアレット・リチャーズに入れ替わった直後に最初のスタジオアルバムウェイ・ビヨンド・ブルーを発表した。バンドはこの新しいラインアップでしばらくの間続いた。シングルアロット・トゥ・アンサーはラジオのエアプレイを受けて1996年9月に全英シングルチャートのトップ40に入るヒットとなった。彼らの大きな成功は1998年。 初頭のアルバムインターナショナルベルベットとシングルモルダースカリーで2週間隔で発表された。アルバムは全英アルバムチャートでナンバー1ヒットに至り90万枚を売り上げて英国レコード産業協会でトリプルプラチナを認定された。シングルはシングルチャートで最高3位を記録した。続いて発表されたロードレージは5月に5位を記録し、 ブリッドアワードやアイバーノベロ賞にノミネートされ9アワードを獲得した。10月1日にはミレニアムスタジアムで行われたラグビーワールドカップ1999の開会式でバンドは演奏を行った。マシューズはイングランドのバンドスペースと共演してシングルトム・ジョーンズのバラードを1998年3月に発表し、 1999年12月にはカバー曲 Baby It's Cold Outside をトム・ジョーンズとデュエットした。バンドにとっての最後のトップ10シングルは1999年4月の Dead From the w a s t d o w n でアルバム c ース s t and b l e s e に収録されている。解散の噂が流れる中バンドは2年間休止し2001年にアルバム ペーパーシザーズストーンを発表後に解散した。マシューズの飲酒はタブロイドのゴシップ欄で報道されていたが、アルコール中毒から脱却するために2001年中頃にリハビリ施設に入った。ペーパーシザーズストーンのツアーは中止され、その翌月にバンドは解散を発表した。マシューズはその後ソロアルバムを発表し、パウエルはラジオパーソナリティとなり、 チャリティシングルを発表した。評論家はカタトニアの作品についてメタファーの仕様を強調しているしと曲を比較した。制作はマシューズとロバーツが中心となってバンド全体で行われた。パウエル曰くカタトニアはインディーバンドというレッテルを貼られることは不本意であり、ポップミュージックを制作している。カタトニアは1992年にカーディフで 路上パフォーマンスをしているケリス・マシューズとマーク・ロバーツが出会ったところから始まるという物語はバンドをメディアに宣伝するためのものである。マシューズはもともとロバーツが前に所属していたアカリフというバンドのファンだった。1991年末には彼らは付き合い出して同時に一緒に歌を書くようになった。二人の関係は4年間続き、その多くの面が歌詞に 表現されている。そして、精神病院に勤務しているマシューズの経験や、オレダス、ハクスリーのエッセイ、近くの扉をもとに、スイートカタトニアという歌を書き、後にバンドの名前を歌から付けた。スイートカタトニアは、マシューズとロバーツでデモが録音されている。ロバーツとマシューズは、この頃に、オーエン・パウエルに出会った。パウエルは、カラー45というバンドのメンバーだった。 カラー45とスイートカタトニアは共にカーディフアン音楽祭に参加し、前者は10番目に、後者は45番目に登場している。ロバーツとマシューズは E、タントというバンドのドラマーのスティーブン・ジェンキンスを雇い、ウェールズ語と英語のトラックを録音した。マシューズとロバーツは収入を得るために、路上パフォーマンスを行うかたわら、バンドはライブをし始めた。 彼らは、ウェールズのバンドのプースティックスのリードシンガーのガールフレンドに見つけられ、グループを引き立てるために素晴らしい女性ボーカルだと推薦された。しかし、スイートカタトニアのパフォーマンスを見ていたバンドメンバーはそれには同意しなかったため、マシューズはカタトニアに残留した。ギト・プライスがカタトニアに加わり、録音が行われた。このセッションには、 暗いレコードのライズ・マインの目を引いたギダ・グウエンのトラックが含まれている。バンドはライ・レコードと契約したため、ジェンキンスとプライスは他のプロジェクトのためにバンドを去った。マインはダビーズ・エヴァンにドラムスとしてマッシューズたちに協力するように手配した。エヴァンはかつてロバーツが所属していたアカリフと共演したことがある人物である。 カタトニアと名前を短くしたバンドの新メンバーの一人は、アカリフの元メンバーであるベーシストのポール・ジョーンズである。もう一人の新メンバーは、キーボードのクランシー・ペックで、ロバーツとマシューズの友人である。マインは、カタトニアがウェールズ後のテレビに出演できるよう、カーディフのライブから遠ざけるように努めた。そして、ドイツにて、パンクロックバンドであるアンリ・ヘフェンのサポートバンドとして、 初めての海外ギグを行った。カタトニアは、正当プライドカムリが1993年8月に、ビルスウェルスで開催したウェールズ語コンサートにヘッドライナーとして出演したが、バンドはウェールズ語と英語で演奏を行っている。バンドはクライと契約していたが、これらはすべてバンドが自身で、プロモーターとしての役割を果たした。マインが準備をしたのは、 カタトニアが契約2ヶ月後に EP を録音することを提案した時だけである。ホーティン・カーベルと名付けられた EP のカバー写真はロバーツとマシューズのハウスメイトであるローランド・ダフィスによって撮影された。マインはラジオプレゼンターのマーク・ラド・クリフにレコードを送って BBC ラジオ1でのエアプレイに成功した。ジャーナリストのイエスティン・ジョージがこれを聞き雑誌 NME に 今週のレコードというコラムで特集した。ホーティンカーベルには複数の曲が収録されていて、その中にスイートカタトニアも含まれる。マシューズは EP に録音するため歌を歌うのが好きで、ある傍らライブで生演奏するのが苦手だと感じたと後に説明している。彼らはナースリーレコードと契約してシングルブリードを発表した。 カタトニアの最初の全国紙でのインタビューが、フォーティン・カービル発表後にメロディーメーカーにより行われている。彼らは、プースティックスのリードシンガーであるヒュー・ウィリアムスの助言に、従い EP の宣伝のために初めて、ロンドンギグを開催した。カーディフとバーミンガムでギグを行った後、1993年11月13日に、ストーク・ニューイントンのパブで、 初のロンドン公演が行われた。さらに、ウェールズのラジオとテレビに出演した。ジョージがインタビューのために来たとき、マッシューズはバンドのマネージャーになることを誘ったが、ジョージは経験がないことを理由に提唱に断った。バンドは、ラジオウェールズで出会ったプロデューサーのケンネルソンと共に、1994年2月19日と20日に、グーイネズで EP、 フックドを録音した。バンドはカーディフからの移動中に昼間から飲んでいて、ステージに出る直前にはコカインを服用していた。結果として、ロバーツが後に後悔するようなパフォーマンスを披露してしまった。ツアーでは収入を得ることができず、翌日にキングストン大学のギグで50ポンドを得たのみだったため、マシューズは後にカーディフへ帰る途中のセバーン橋の通行料を払うことができず、 ファンから金を借りたことを語っている。バンドは帰国後、ジョージの紹介で MRM マネジメントのリチャード・ローをマネージャーとして契約した。5月にはフックドの宣伝のためウェールズのテレビに出演したが、ニューポートでのライブでは酔った状態で演奏してしまった。MRM はバンドを5月の2週目に短期間のフランスツアーに行かせて、その後サラドというバンドの前衛ツアーのサポートアクトを 勤めた。7月2日に、ウェールズの音楽祭に出演した際には、マシューズが警備員に止められてしまい、バンドのファンである俳優のリス・エヴァンスの仲介がなければ、出演できなかったかもしれないトラブルに見舞われる出来事があった。バンドとクライの契約が終了し、マインはバンドから去った。その数週間後に、MRM はペックをバンドから外そうと考え、それを、 マッシューズ経由で通達した。ペックは狼狽してメディアに語るのを拒否した。バンドはラフトレードレコードから新シングルホエールを1994年9月に発表した。ホエールはフォーティン・カーベルと同様 NME の今週のレコードに特集された。バンドは2つの話題でメディアに登場していた。一つはロンドンへの移動中の電車で乗務員とパンクロックに。 ついて抗論して、スーインドンで追い出されたことで、もう一つは、カムデンクのクラブで、ウェールズ語で警備員を罵り追い出されたことである。次のシングル、ブリードは11月に収録され、1995年2月に、ナースリーレコードから発表された。元ラフトレードレコードで、ワーナーブラザースレコードの子会社であるブランコイネグロ、レコードのジェフトラビスは、 バンドに35万ポンドで契約を持ちかけ、バンドは順当にサインした。バンドはプロデューサーのポール・サンプソンと共に新アルバムの制作に取り掛かった。エヴァンはアレット・リチャーズを自身がスーパー・ハーリー・アニマルズに加入するために脱退後の公認のカタトニアのドラマーとしてサンプソンに紹介していた。レコード会社はバンドを売り出すため、 有名カメラマンのゲレット・マンコビッツにマシューズの写真を撮らせた。レコード会社はその写真を使用することを望んだが、マシューズもバンドもその写真を嫌った。ペプシ T シャツを着てワインを飲んでいるマシューズの白黒写真は通信社のスタッフに撮られたもので、ワーナーはその写真の使用を許可した。バンドはコーンウォールのスタジオで録音したが、マシューズとロバーツの間で 意見の相違が発生した。その後、サンプソンは、スイートカタトニアのアレンジの方針で、抗論の結果、プロデューサーを解雇された。バンドが地道にライブ演奏を始めた時に、音楽評論家たちは驚きで応答した。一方、シングル、スイートカタトニアの発表は、新しいプロデューサーが見つかる1996年1月まで待たなければならなかった。 スティーブン・ストリートが初めてバンドに会ったのは、ロンドンのメイスン・ルージュ・スタジオで収録をする時だった。マシューズが後に彼は、バンドメンバーの考えを考慮していたと語った通り、バンドメンバーはサンプソンより彼と働く方が、はるかにやりやすいことが分かった。彼らはアルバムを録音後に、ライブへ戻り、エヴァンが、スーパー・ファーリー・アニマルズに加入するために、バンドから去り、リチャーズと入れ替えられた。 彼らは二人目のギタリストとして、ワイクライフの元メンバーであるパウエルを探した。パウエルは、スーパーファーリーアニマルズの音楽技師としてこの時まで働いていた。アルバム発表後、カタトニアファンクラブ用に、ブリードを発表した。それは、ブローザ・ミレニアム、ブローやビューティフル・セーラーも収録されているビニール版で全会員に送られた。 1996年1月18日にシングルスイート・カタトニアが発売された。それは初めて全英シングルチャートにチャートインし、最高位61位を記録した。MRM はヨーロッパ全体にバンドを売り込むため、コンピレーションアルバムザ・サブライム・マジック・オブ・カタトニアを発売した。バンドはリバプールのバンドスペースのサポートアクトとしてイギリスをツアーし、 4月22日にシングル、ロストキャットを発表した。このシングルはトップ42ギリギリ入れない最高位41位を記録した。ツアーの一部として、バンドはフェニックス音楽祭やマッドストックなどいくつかの音楽祭に出演した。カタトニアはシングルアロット・トゥ・アンサーで、ラジオでの露出が増え、このシングルは1996年9月に、 バンド初のトップ40を記録した。しばらく遅れてアルバム Way Beyond Blue が9月30日に発表された。そのアルバムには12トラックがあり、そのうち何曲かは EP やシングル B 面ですでに収録されていた曲だった。アルバムの成功の裏では問題も発生していた。それは他の誰かと会っていたロバーツとマシューズの関係で、その関係は 壊れてしまった。二人は関係が壊れていてもバンドを保ち、共に働き続けた。ワーナーブラザースレコードは、ウェービヨンドブルーから、ロストキャットをアメリカ合衆国でシングルカットするつもりだったが、レーベルの問題からできなかった。カタトニアは、同じウェールズのバンドのマニックストリートプリーチャーズのサポートアクトとして、ツアーを行い、レーベルは日本でコンピレーション、 ツーリストを発売した。そして、1997年1月に、カーディフで、新アルバムの制作を始めた。ほとんどのテーマが、ロバーツとマシューズの失恋物語に基づいたものだった。6月にモンマスシャーのスタジオでレコーディングを行った。また、初めてのアメリカ合衆国での公演を、ブーラドリーズのサポートアクトとして、ニューヨークで行った。さらに、 オースティンとロサンゼルスで3月に行った。翌月、イギリスで10日間のツアーを行い、モルダースカリーなどの楽曲が初めて披露された。アルバム制作に取り掛かっている間、カタトニアはレーベルから契約解除されることを恐れ、その思いを楽曲、ザッツ・オール・フォークスで要約している。アルバム、ウェーブ・ヨンド・ブルーより良くするため、トミー・ D にプロデュースを依頼した。 アルバムからの最初のシングルは、モルダースカリーの予定だったが、レーベルは、アイアムザ・モブを主張した。前作と同様に遅れて、カタトニアはリリースを待つ1997年の夏、グラストンベリーフェスティバルに出演予定だったが到着と、同時に出演をキャンセルされた。マシューズが酔った振る舞いのために、新聞のゴシップ欄に、バンドのことを記載され続けた。その一例が、 1997年のウェールズ国民議会設置に関する国民投票の結果、議会設置となった結果をインタビューされた件で、我々が知りたいのは誰がシアンドロイドとセックスするのでしょう。と答えた。ロイドは法的処置を開始したが、マシューズからの謝罪を結果的に受け入れた。ワーナーがアルバムから長さ6分の楽曲、 ザッツ・オール・フォークスの除去を命じるなど、新アルバムの制作はさらに遅れた。アイ・アム・ザ・モブのビデオは、ケビン・アレン監督のもとで撮影された。シングルは10月6日に発売され、最高で40位を記録した。そして、サポートアクトではなく彼ら自身のツアーを実行しようと、したが、レーベルに止められてしまった。ワーナーは、ザッツ・オール・フォークスを、マイ、 セルフィッシュ人へ入れ替えることを前提に、1998年1月にシングル、モルダースカリーを、その2週後にアルバム、インターナショナルベルベットを発売することに同意した。モルダースカリーが1998年1月19日に発売されると、カタトニアはメインストリームに押し上げられた。チャート上では3位を記録し、 もちろんカタトニアのシングルでは最も高い順位となった。インターナショナルベルベットはバンドがブレイクしたアルバムとなり全英アルバムチャートで1位を記録した。このアルバムは22ヶ月で90万部売り上げ、英国レコード産業協会でトリプルプラチナを認定された。インターナショナルベルベットはマーキュリー賞にノミネートされたがゴメスが受賞した。アルバムから カットされた5枚のシングルのうち、ロードレイジが最も高く評価された。このシングルは、アイバーノベロ賞とブリッドアワードにノミネートされ、9アワードを獲得した。このシングルは評価とは反して、モルダースカリーほど高い順位にチャートインせず、全英シングルチャートでは5位止まりだった。以降のシングル、ストレンジグルーとゲームオンはトップ10位を果たせず、全社の最高位が11位。 後者は33位だった。アルバムインターナショナルベルベットのタイトルトラックの毎日起きたら私がウェールズ人であることを神に感謝するというフレーズやウェールズ語のバースがメディアから注目を受けた。マシューズはネガティブなウェールズ人のイメージを逆にしたいとインタビューで語っている。私たちはあまり優れているものが見えません。サッカーチームはクソです。 この歌は、それらにもかかわらず、朝起きたら、ウェールズ人であることを神に感謝すると言っています。うまくいけば、今頃は、ウェールズの人々は、才能があふれて素晴らしい頭脳を持っているはずです。7万人の監修を前に、カタトニアは、カーディフのミレニアムスタジアムで行われた、ラグビーワールドカップ1999の開会式で、インターナショナルベルベットを演奏した。 このアルバムはアメリカ合衆国ではデビューアルバムとして発売されたがチャートインすることはできずこのことをワシントンポストは見落とされたと書いているインターナショナルベルベットのツアーの後バンドは3枚目のスタジオアルバムを収録するためにモンマスシャーのスタジオに戻ったトミー・ D の勧めによりアメリカツアーの間にツアーバスの中でハードディスクレコーダーにサンプルを録音していたため それをモンマッシャーへ持ち帰っていた。インターナショナルベルベットが成功したため、バンドは新アルバム制作に向けてのレーベルからの圧力が減ったように感じていた。1999年1月に、バンドは新アルバム、カーストブレストを発売することを発表した。アルバム名は、インターナショナルベルベットの収録曲、ストーム・ザ・パレスの詩から取られている。 アルバムに先立って3月22日にシングル Dead From The w a s t Down が発売され4月12日に c ース s t and b l e s が発売されたこのアルバムは全英アルバムチャートで1位に達した1999年4月には前衛アルバムチャートのトップ40内に Way Beyond Blue, International Velvet, c s t and b l e s の3枚が同時にランクインするほど カタトニアは人気があった。しかし、カーストブレストからのシングルは、前作のアルバムほどの成功を繰り返すことは、できなかった。デッド・フロム・ザ・ウェイスト・ダウンが結局カタトニアにとって、前衛シングルチャートで、トップ10に達する最後のシングルとなった。ロンディニウムは20位、カラオケ・クイーンは36位を記録した。4月にデンビーシャーで6000人の監修の前で、 屋外コンサートを連日行った。これは彼らにとって最大のコンサートだった。REM が6月にヨーロッパで行われたツアーでカタトニアは2日サポートで登場した。ベルリンで REM が演奏中にマッシューズがステージ上でベーシストのマイク・ミルズにキスする事件が発生した。 それはマシューズが飲んだワインが原因だった。バンドはアルバムからの2枚目のシングルにはカラオケクイーンを出そうとしていたが、レーベルはロンディニウムを出すことを強制した。マシューズはアルバム制作のコストよりもシングルのビデオ制作のコストが高いことに怒りを感じていた。翌月、バンド初期からのローディーであるバリー・カウリーが北ウェールズで交通事故死した。 カウリーはサイクリング中にフィアットプントのドライバーに殺された。ロバーツはそのローディーがマシューズの足を地に保つ役割だったと葬儀で説明した。バンドはカーストブレストデッサイドアメリカ進出を狙った。アメリカでのアルバムにはインターナショナルベルベットの収録曲ロードレージとモルダースカリーが加えられた。彼らはテレビ番組 The Tonight Show is j e n o に出演してインタビューを受ける予定だったが、ドラマーのリチャーズが中水園でイギリスの病院に連れて行かれ、出演はキャンセルとなり、バンドの残りのメンバーはイギリスへ帰国した。1日半後、イギリスでリチャーズはバンドに戻った。バンドのスポークスマンから年内にアメリカへ戻る予定だと発表されたが、メディアからバンドが解散の噂が流れた。公演は日本。 オーストラリア、ニュージーランドで行われた。バンドは1999年10月に行われたチャリティコンサート以降2001年まで活動を休止した。4月28日にマンチェスターアリーナで行われたチャリティギグで彼らはステージに戻った。マシューズは演奏前に語った。私たちが考えていたことは本当に重要でしたし、それはちょうど戻ってくるのに、 ちょうど良い時間でした。私たちがライブをして以来の長い長い時間です。それは本当に素晴らしくなければなりません。それらがライブのような音になるかを楽しみにしています。昔のライブサイクルに乗るのが良いでしょう。そして新しく作られる予定のアルバムから何曲かを演奏した。5月には新アルバムのタイトルがペーパーシザーズストーンであると発表し、マシューズは 前のアルバムよりも少しアバンギャルド、でもっと力強いと思っています。そして少しバカです。カーストブレストが店に並ばなくなった時、集中して考えていました。これはもう少し情熱的だと思っています。と NME に語っている。カタトニアは7月7日にグラスゴーで行われた NME ステージにヘッドライナーとして出演した。新アルバムからのリードシングルは、 ストーンバイストーンはメディアからの評価が低く、NME は10点満点中1点で、ルンペンの耳障りな声、ショーン・リッチーより早く人々の記憶から消える、気まずいくらい古臭いとけなしている。メディアはマシューズがアルコールとタバコに加えて、うつでも苦しんでいるためにドラッグのリハビリ施設に入ると2001年中頃に報じた。 その結果、ペーパーシザーズストーンのツアーは8月の初めに中止された。それはマッシューズの不安と消耗に対する承知が終わらなかったからだった。バンドが8月に解散するかもしれないことが噂されたが、カタトニアからはゴミとして却下された。しかし9月21日に彼らの決断は有効的になされたものであり、将来の予定は 現在のところ詳細は存在しないと述べた文で、レコードレーベルから、カタトニアの解散が発表された。彼らのことを、国際的なスーパースターだと言っている、BBC ラジオ1のアナウンサーであるヒュー・スティーブンスが、彼らが最高のウェールズのバンドだと常に思っていました。彼らは、ただの流行り廃りのポップバンドではなく、本当に意味がある歌を持っていました。と付け加えるなど、 様々な人々からバンドは賛辞をもらった。雑誌マクシムで評論家、イエスティン・ジョージは、1998年から1999年頃、ケリスは1日おきに毎日新聞医上に乗っていたと、カタトニアの影響を称賛し、インターナショナルベルベットの前がピークだと考えていたので、彼女の人気がこのようになることは想像できなかったことを付け加えた。 マシューズは2003年5月にデビューソロアルバムコカジュップを発表した。2006年8月にはセカンドアルバムネバーセットグッバイを発表した。2007年11月にはウェールズ語の歌のミニアルバムアウィレミイコールエアロプレーンを発表した。マシューズは2009年後半にウェールズ語と英語で同時にアルバムを発表した。ロバーツはアカリフと カタトニアで同僚だったポール・ジョーンズと共に、シャーベット・アンドラーズというバンドを結成、続いてアファルクというプロジェクトで活動した。そして、ロバーツは2012年には、女性シンガーのディオン・ヌ・ベネットと、スーパー・ハーリー・アニマルズのダフィット・エヴァンだと、ジアースというバンドを結成している。パウエルは、ソングライターとなり、ダフィーへも曲を提供している。2007年からは、 BBC ラジオキムルーに、ウェールズ後のショーのプレゼンターで出演している。ステレオホニックスのドラマーのスチュアート・ケーブルが死後、その代役として、ウェールズのサッカー選手、フレッド・キーナーの銅像建設のためのチャリティシングルを、彼らで2010年に発表した。インターナショナルベルベットの頃、マシューズは、リバプールのバンドであるスペースのトミー・スコットに、 トム・ジョーンズのバラードをデュエットすることを持ちかけられた。彼らは2年間連絡を取り合い、スペースのツアーに何日か加わって、デュエットライブを歌った。マッシューズは、すごい。素晴らしいバラードだから私は、ナンシー・シナトラのようと語っている。マッシューズは、トム・ジョーンズとカバー曲、ベイビー、イッツ・コールド・アウトサイドをデュエットし、1999年12月に、 クリスマスシングルとして発売された。彼女はケリス・フロム・カタトニアとしてクレジットされた。マッシューズは音楽については特定のアーティストの影響を受けていないが、彼女の家族が BBC ラジオにに合わせて常に歌っていたと言っていた。ウェールズの低収入層の人々はラジオ以外では音楽を聴く機会がないためバンドをラジオにに出演させたいという夢を持った。 流行ファッションに影響されず、クールになろうとはしないスタイルを、ウェールズの音楽スタイルにしようと考えた。カタトニアの詩は、ロードレイジに代表されるよう、メタファーを多用している。インターナショナルベルベットの作品は、ガーディアン紙で詩が比較された。バンドの全メンバーが楽曲を書くことに関わっていて、1回のリリースで2人以上の人の詩がある場合もあった。 パウエルは同じ歌で二人の視点があることはとても面白いです。他のバンドがどのくらいそうしているのかわかりません。ほとんどのバンドはギタリストが作曲し、シンガーが作詞します。僕らはそうではなくてメンバーは均一に歌を制作する傾向があります。と語っている。パウエルはバンドがインディーバンドと評されることを嫌った。僕らは インディーバンドの一つだとみなされます。でも僕らはちょうど今ポップスを制作しようとしていました。それはたとえ小さな人生観によるひねくれたハードエッジだとしてもポップミュージックです。僕らはインディーバンドより少し大きいものに自分自身見えています。カタトニアの音楽スタイルはわずかな時間で次々と変わっていった。デイリーメール誌では ウェイビヨンドブルーのことをギターが支配、優秀だが典型的オルタナティブロックと評していた。しかし、インターナショナルベルベットをイギリスで最も斬新なポップバンドの一つとしている。ピープル氏はインターナショナルベルベットのことをとてもピュアなポップと評している。ペーパーシザーズストーンの頃には、スコッツマン氏によるとバンドはカントリーミュージックの影響を受けているとし 音楽をスコットランドのバンドのモグワイやアラブストラップと比較した。デイリーメイルはアルバムをロキシーミュージックと比較している。ペーパーシザーズストーン級メンバー、ありがとうございます。